ライブが終わってちょっと冷静にここどこっていう感じなんですけど、もう最高すぎてびっくりしました。ななかちゃんが結構私2階席のなんか一番最前みたいなところから見させていただいたんですけど、なかなかこっちを見てくれなくて、あーちょっとやっぱ2階微妙に見にくいかなって、なんかいおりちゃんと同じパターンで、1階とその3階とか4階とか遠いところめちゃくちゃ見てくれるんですけど、2階ちょっと見ないかな、近すぎたかなとかって思ったら、最後のなんか撮影タイムの時らへん、もう最後の曲ぐらいになった時に、私の近くにもななかちゃん推しの女の子がいたんですけど、そこを気づいて、え、待って、これ気づいてくれる可能性あるワンちゃんと思ったら、なんと最後に気づいてくれて、で私うちわをなんか下に置いてこうベタってね、あの鏡なんていうんだろう、こうガラス張りのところにベタって貼ってたら、それで見つけてくれて、やっぱ下に置いた方が分かるので、こうやって持ってるよりも下に置いた方が邪魔にならないし、あの見えやすいかなと思って、そうやって置いてたら気づいてくれて、でめっちゃ嬉しいと思ってたら、最後のね、あの写真撮影 OK ですみたいなタイミングがあって、そこでもう嬉しすぎて、ななかちゃんがあこっち向いたかもと思った時に、こうやってやったら、あーもう嬉しすぎてびっくりしました。ということで、今ねちょっと路上で一人でベラベラ喋ってるやばいやつなので、またね、帰って動画を編集して皆さんに今日の一連の Vlog みたいな、 Vlog めちゃくちゃ短いんですけど、お話したいと思います。っていうか今回マジでセトリがやばすぎました。曲の順番忘れちゃったんですけど、興奮で、火曜クリカレンダーとかメロンジュースとかスキスキスキップとか、あとドゥラブミーとか、あとサンダルとか、なんかいろいろいい曲がいっぱいあった中で、最後にあの新曲バケツをかぶれっていう披露でね、最高でした。で最後噴水も上がって、なんかそれも演出としてすごくかっこよかったですし、もうとにかく超良かったんですけど、もうここでちょっと喋るわけにはいかないので、そろそろ動画を止めたいんですが、めちゃくちゃ楽しかったということが伝わると嬉しいです。 HKT48 さん、これからもいっぱい東京に来てください。私もいっぱい博多に行きたいんですけど、なかなかなんか推しメンの公演と被らなかったりとかタイミングが合わなくて、このうちはもう全然使えないので、早くいっぱい使いたいです。いっぱい遊びに来てください、お願いします。 HKT48 さんという感じで今日の動画締めたいと思います。また今度 MV のリアクションもね改めて撮ろうと思いますので、もしよかったら皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆様お仕事をお疲れ様です。